与野党の国会議員が中国の香港政策に対抗する議連を立ち上げました。議連では国家安全維持法が施行されている香港から逃げてきた人へのビザなし滞在期間の延長などを日本政府に求めます。また人権問題の調査や公表を義務付ける新たな法律の制定を目指した上で、重大な人権侵害を犯した中国人の入国拒否や資産の凍結を可能にする法改正も視野に入れています。来月中に提言をまとめ、日本政府に申し入れる方針です。